はい、こんにちは、タクです。今日はね、前回僕が、この素敵なアイスグループが粉飾決算してたっていうニュースを、動画に上げました。結構ね、それ見てくれてて、なんか2日で500人ぐらい見てたのかな。結構ね、2日で500人ぐらい見てて、結構ね、見てくれてました。まあね、その粉飾の話が出た時ね、まあ、あんまりテレビとかでもやってなかったし、まあ神奈川のね、鶴見区かなんかにある田舎の会社なんで、あんまりそのみんな興味がないというかで、結構ね、その興味あるのって大体ね、都内に集まってるんで、まあ、上場してる会社でもその神奈川の田舎のね、まあ、横浜市内だけど会社ってあんまりね、注目がないので、まあ、紹介する人がいてなかったんで、僕は最初にね、動画を上げました。で、今日はそのね、動画の続きで、ちょっと見ていこうと思うんだけど、これが何？時事通信の記事なんですけど、時事通信の記事で、素敵なグループの社長がなんか変わったみたいで、そのやっぱりそういう粉飾決算とかあったから、その責任を取って辞めたのか知らないんだけど、社長が変わったみたいで、これを見て知りました。で、その社長はね、通常の取引と認識とか言ってるんですよ。で、不動産業界って粉飾が多いんですよ。横浜市にの西区にあるランドっていうね、東証に上場してる不動産業者も粉飾決算やってたし、なんでね、結構ね、粉飾が不動産業界で非常に多いですね。で、なんで粉飾が多いかというとね、不動産業界っていうのは銀行からお金を大量に借り入れて、そのお金でマンションを建てると。で、マンション建てちゃうからキャッシュが、ね、少ないんですよ。その銀行から大量にお金借りて、そのマンション建てるから。で、マンションが売れなかったらキャッシュが入らないと。で、マンション売れてもローンとかねで運営するわけで、すぐに大量のお金が入らないんですよ。だからキャッシュにならないんですね。で、そういう時にね、お金がないから困る。だけど売り上げ上げないといけないんで、そこで大体追い込まれて粉飾する。つまりキャッシュがないから従業員にも給料払えないし、で、キャッシュ、その売り上げがない、実績がないってことは銀行もね、追加で融資してくれないわけだからね。そうなってきて結局ね、粉飾に走るっていうね、売り上げがないのにたくさんあるように見せかけてね、企業業績いいように見せかける、まあそういうのがね、結構不動産業界では多いです。で、そのここもね、業績がなんか最近数年悪かったみたいで、やっぱりね、業績が3年ぐらい悪いとね、銀行だけじゃないけど、いろんな人たちからね、見放されるというかね、その上場してる会社としてはね、3年も悪い業績が続くと見放されるんで、まあね、それは何としても、まあ、食い止めたかったんでしょうか知らないけど、まあ売り上げがあるようにね、見せかけてやってるんじゃないかっていうことに なってます今で。まあ、詳しいことはなんかまだそのなんだったっけ、横浜地検と、なんだったっけ、が調査中なので、詳しいことはなんか分かんないんだけど、まあおそらくね、だいたい不動産業者ってね、粉飾するときっていうのはね、まあ、売り上げが下がってて、キャッシュがもう本当にね、少なくなってるようなときとかね、まあ、キャッシュがあってもね、その、なんだろう、あっても、それを使ってね、売り上げをね、やっぱりあるように見せかけてね、もっと業績いいように見せかけて、さらに融資をしてもらうとかね、そういうことは普通にやるわけで、だから結局ね、粉飾に走りやすいんですよね。普通の会社だったら銀行から借り入れてほとんどをね、何かに使うってことないじゃないですか。マンション建てるの相当高いから何十億とかで、そこで大体使っちゃうんですよね。なんでよほどその何十年もやってる
でかいとこじゃないと限りはだいたいキャッシュがないっていうね。まあここはなんか他もやってるから、他のなんだろう、なんか石材かなんかよく知らないんだけど、他のなんかその事業もやってるみたいなんで、別にそこまでキャッシュにこだわっ、キャッシュがないから困ってるっていうわけではないと思うけど、ただ3年赤字になってたら企業としてかなり問われちゃうんで、まあそこを食い止めたかったんかもしれないですね。でそのなんだろう、架空のというかね、自分の関連する会社にお金流して、そこからね発注してるように見つかけたとかね、まあ、大体そういうパターンだと思うんでね。になります。で新しい社長がなんか通常の取引だと認識していたみたいなこと言ってるらしいんですけど、まあ、つまり私は知らないっていうことをね言いたいんでしょう。だって知ってたらだってこれ罪に問われる可能性あるからね。で前の何だったっけ、社長と CEO がね、最高責任者が辞めてるんで、まあそれは通常私は知りませんっていうに決まってますよね。新しい社長が知ってるわけがないじゃないですか。知ってるって言ったら自分も罪に問われちゃうわけだから、それが普通かなとコメント的にはねと思います。でまああんまり横浜の田舎の話なんで記事に、ね、ならないし、ニュースにもあんまりならないんだけど、まあこれは投資やってる人としてはね、ちょっとねお話したいなと思いました。これ本当に今どうなってるかまだ全然分かってない状態なんでね、これからのねその知見のね、操作というかねの内容を見てね、またどんどん新しい動画をアップしていきたいと思います。まあ、不動産業者のね、不動産関係の会社の株買うときはね、本当にあの業績とかねあんま信じちゃダメです。あのレオパレスとかいろんなとこもあるけど、だいたいね悪いことします。不動産業者はだいたい悪いことするんで、あの粉飾とか、ね、だけじゃないけど、だいたい悪いことするんで、あんまりそこのなんだろう、あの指揮法に書いてるからそれがなんか全て正しいと思って、業績とかね、そのいろんなことを信じちゃうとダメです、なので、でまあ不動産業者の株ってね結構難しくて、その書いてること全部鵜呑みにしちゃダメだし、あとねあの小さい不動産会社でも、まあ、ここほどでかくなくて小さいところでも結構ね、売り上げがあったりするんですよ。それなんでかっていうと、マンション1個あたりの単価が高いからですよ。高いから、単純に。例えば100円のお菓子を頑張っていくつ売っても 10億100億にしようと思ったら相当大変だけど、マンション1個売れたら10億とかになるんで、数十億になるんで、そういう意味で売り上げがねなんか小さい会社のくせに いきなりねなんか何十億とかあるとかね、まあそういうのとか結構出てくるんで、そのなんだろう、他の会社と比べてなんだろう見にくいというか、その